中山香織です。この動画では園田ジュニアグランプリの3連単予想をお届けいたします。まずですね、一つ言えることは今回マミーミ桃太郎がいません。というわけでこのレース混戦となりそうです。それではまず本命に選んだのが当番のクラウドノイズです。前走の JRA 認定アッパートライ2歳特別ではマミーミ桃太郎相手に 0.3 秒差で負けておりますが、レース内容を振り返ると好スタートを決めたマミーミ桃太郎に対してこちらの馬はあまりいいスタートが切れなかったため、スタート直後から足を使い前の位置を取りに行く会話となりました。さらに4コーナーでは後ろからつつかれる形となり、先に勝負を仕掛けて最後は目標にされてしまい3着という結果でしたが、終始足を使う競馬でこの着順は展開が向いたミスターダーリンよりもかなり強いレース内容だったと評価しました。マミーミ桃太郎不在の今回はスタートさえ決まれば頭を狙える存在と判断して本命に選びました。続いて対抗に選んだのが11番の統計カッタローです。前走は初の 1700m 戦で4着に敗れましたが、距離適正がなかったというよりかは終始外を回る競馬となり、最後はなかなかギアが入りにくい状態でじわっと伸びてきての4着と、この馬本来の力を発揮できていない不完全燃焼の競馬での結果なので度外視できそうです。しっかりと足を止める形で競馬ができればこの距離で通用すると判断して対抗評価に選びました。次に3番手評価に選んだのが4番のウェラーマンです。デビューから2戦2勝と底を見せておらず、前走の走破タイムも1分54秒7と優秀な時計を残せており、このメンバーでどこまで通用するかは未知数ですが、侮れない存在となりそうです。続いて4番で評価に選んだのが12番のミスターダーリンです。前走は展開がハマったとはいえ、マミミ桃太郎相手にタイム差なしの着差まで迫っており、今回もこの馬の競馬に徹することができれば再び不気味な存在となりそうです。最後穴馬に選んだのが9番のマルカイグアスです。前走はクラウドノイズ相手に 0.5 秒差と着差をつけられましたが、4コーナーで抜け出すのに一気に足を使ってかなり無理をした競馬で伸びてきての2着は強いレース内容と評価しました。前走のようにしっかりと内で足を貯めてうまく最後の進路さえ確保できれば一発があると見て穴馬候補に選びました。今回は3連単フォーメーションで1着に当番、2着に4番、9番、11番、3着に4番、11番、12番、以上の組み合わせで3連単フォーメーション7点で勝負したいと思います。